バクロ父の日企画、つば九郎が選んだ良いパパでしょ。いいパパですよ。いいパパ。母の日、母の日と比べるとイベント感のない父の日ですが、子供の頃お祝いしてた。うん、してた。どんなお父さんでしたか。いや、自分に対してはすごい優しかったですけどね。うん、まあでもなんかよく怒ってたような気もするし、厳しかったね。厳しかったかな。でも優しかったな。うん、なかなかシーズン中は休みなどがありませんが、休みの日は何しますか。休みの日はとりあえず朝コーヒー飲むことがすごい至福の時です。うん、なんかちょっとパンと一緒にコーヒー飲んだり、なんかそれが一番いいかな。なんか、安らぐ瞬間かも。その後もう一回寝ると、そんな感じかな。どんな大人になってほしい。そうだな、どうかな、どんな大人。自分の好きなことやってほしいかな。それが一番だと思いますし、そうね。お子様からお手紙預かってます。預かってんの。おお、これ読んだ方がいいよね。なんか恥ずかしいね。パパへ、いつも頑張ってくれてありがとう。諦めないで努力するのを見ていて、私も頑張らなきゃと思うの。私も諦めないようにするね。悩んでいても苦しんでいても私たちは助けるよ。これからも元気よくファイティング。うわ、嬉しいねこれ。大好きやだよ、だって娘からね、今の。パパへいつも頑張ってくれてありがとう。今は少し苦しんでいるけど、諦めずに頑張るパパはかっこいいよ。僕も頑張るから、これからはたくさんヒットとホームランを打ってね。大好きだよ、ジュニアより。いや、嬉しいね、これはね。嬉しい。見てるんですね、やっぱね。お子様に一言。いやー、もう俺も大好きだよ、本当に。本当大好き。いや、もう本当ありがとう。嬉しいね。やる気出たね。とりあえず2000から。はい、やりたいと思います。ほんとそうね。ご協力ありがとうございます。ほんとさ、いつも思うけど、こうもう入ってこないよね。なんかこうやっぱね、漢字書けるんでしょ、ほんとは。いや、俺知ってるから。はい、ありがとうございます。ほんとありがとうね。俺の娘と息子にもありがとうございます。元気になりました。